いすごいよ、歌舞伎町なんてマジ怖え。マジ怖えって言ってるとこ見られたら怖いな、ボコボコにされるのということで、まあ、コンビニを探しております。そうだ、ね、見てみてあれ。はいどうも、水溜りボンドです、お願いします。で、毎日頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。ちょっとね、あんま大きい声とか出すとなんかダメ。いや、わかんない、怖くないんだ、わかんないけど、新宿の歌舞伎町でございます。どんどん夜になっていけばなっていくほど、飲んで倒れてる人がいるとか、まあそういうこともあったりするわけじゃないですか。ちょっとバッてなってるね、ポイポイみたいな。ポイポイみたいみたい的なね、的な、手がなんか漫才みたいな、うん、そうそうそう、そのツッコミみたいなね。今日は何をするかっていうと、めちゃくちゃ久しぶりの都市伝説企画なんですけど、いいね、コンビニを見れば、うん、その土地の治安がわかるらしいね。3段階に犯罪発生率的なものを保持した治安が分かる。トイレの張り紙を見てください。危険度1、うん、ご自由にお使いください。トイレとか入って、うん、まあ、汚す人とか、うん、便器壊す人とかがいないよってことなんですね、うん、そうそう。危険度2、はい、ご使用の際は店員にお声掛けください。店員さんに話しかけるとその使わせてくれるっていうね、うん、はい、まあ、1個防御ラインがあるよっていうパターン。3番、トイレをお貸ししていません、うん、かっこよく事件の起こる治安の悪い地域。そうね、歌舞伎町来ないから、うん、見ようか、トイレあるか。はい、あとコンビニに入るってことで何か買おう。お金置く皿をさらってこっちに落としちゃって、トイレだからあんま、うん、ガチャンっつって地面にやって、で、カンタがふざけて、うん、いや珍しいってツッコミ俺にしたんだよね。いやいや、だってあの皿がさ、うん、こっち側に来ることないじゃん。それで俺ちょっとこれ笑い取るのかなと思って、すいません、すいません、雪崩起こしちゃいましたって言ったら、無視された。どうか、なかった、なかった。で、一応買ったっていう。なんでそれでやんね、カンタ買ったの、はい、いや、な、どういう、美味しい牛乳。ちょっと本当にトイレしたいんですけど。これプライベートの話ね。プライベートね。トイレしたいんですけど、あの、トイレ貸してくれませんかって言ったら、あの、ないですって言われました。多分嘘です。まあ、ありはするからね。ねえ、うん、もう一個ぐらい見に行きます。そうだね、行きましょう。もうね、結構あの、歌舞伎町抜けてもっと奥の方ですよ。行ってきていいよ。いや、行ってくるわ。来た来た。どうよ。やっぱ使えなくなってるね。やっぱ、うん、昔トイレだった場所はあるけど、それ多分従業員の方使ってるんだろうけど、だからその今の時間は使えませんで、ずっと貼ってあるらしいんですよ。あー、やっぱ使用禁止ってことな、うん、文京区っていう、うん、東京の区はめちゃくちゃ治安いいっていうらしいね。治安ランキング1位なんですよ、その犯罪能量的なところ。 そこのトイレちゃんと使えるのか。お前が考えた絵と合ってる。おい、文京区怖えじゃねえか。文京区すげえぞ。文京区結構だぞ。いや、でもトイレは正義だから。結構でもなんか、何、わかんないけど、思ったより、うん、あの、思ったより、うん、活気ない。ある。いや、活気っていう言い方は、まあ、パワフル。はい、生地ではあった。うん、とりあえずトイレ見てきましょう。トイレ見てきますか。じゃあ、簡単で、ご自由にお使いくださいがあればいいわけだろ。そうだね、行きます。うん。OK です。全然使える？はい。前のファミチキ。やった。俺のファミチキ。全然。うん。あの、ご自由にお使いくださいで。うん。なんならちょっと並んでるぐらい。めっちゃ使ってんの。はい。使いまくりっていう。ファミチキだっていう気持ちでしょ今。本当かもしれないね、場所によって全然、うん、だから夜例えば一人でね、あの、歩かなきゃいけない時とか、
なんだろう、例えば女の子とかはちょっと気にしなきゃいけないじゃん、うん、怖かったりとか、ちょっとそれの指標になるかもしれないね。確かに、あ、ここは大丈夫だよね。はい、ここは怖いんだよね。うん、初めて行っちゃっちだ。そう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 、この説は立証されたね。できたと思います。これはじゃあ治安が悪かったら使えないし、はい、治安が悪かったら使えるしっていう、そういうことです。分布してるそうです。はい、はい、ということで以上今日の三つ溜まり問題でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございます。頑張りたいっていう人は俺らのとこ来る分には別にいいし、佐々木の感性に触れるかってないか。いや、あいつ感性おかしいっすね。え、これ面白いな。